はい、じゃあ飯塚先生に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。なんでサンタクロースの格好してるんですか。はい、一人だけ。すみません、目立って。今日は何の日ですか。今日ですか。はい、今日は12月の24日、クリスマス。メリークリスマスということで、サンタさんなんですね。はい、来させていただきました。はい、実は収録してるのは24日じゃないんですけどね、はい、あのバスから降りてきてそのままの格好で、はいはい、ぜひ、これをやらせてくれと飯塚先生からのあれがありまして、はい、24日にアップしてくれというようなことですので、これは24日にお届けする映像になるかと思います。はい、はい、前置きはともかくとして、はい、じゃあ飯塚先生の平成25年漢字一文字で表すと、はい、じゃじゃんじゃん、足す、書く、あ、書ける、あ、いえ、じゃないんですよ10です。10、はい、あ、10なんですね。漢字ですもんね。はい、10ですよね。10、はい、その心は。私はですね、はい、10年目の年でした。あ、はい、幼稚園入って10年目。そうです、幼稚園の先生になって、神戸、ね、はい、幼稚園の先生になって、はい、10年目です。はあ、幼稚園の先生になったのはいくつの時でした。15ぐらいなんですけど。あ、わかりました。はい、10年目の幼稚園の先生生活いかがでしたか。はい、あっという間の10年でしたけど、うん、あのすごく楽しかったです。楽しい10年でした。はい、はい、あっという間でした。はい、あっという間でした。はい、これからの10年20年もあっという間かと思いますが、はい、いいですね。あの充実した10年だったらそれが何よりですよね。はい、はい、じゃあ、平成26年はどのような年にしたいですか。はい、平成26年も、はい、やっぱり元気いっぱい、はい、笑顔で、はいはい、そして若い先生にも負けず、はいはい、ちょっと年がね、あの変わったんですけども、そこ元気なくなっちゃいます、ね、20代の先生にも負けず元気いっぱい。15で幼稚園の先生になって、甘いです、はい、20代の先生も負けず、はいはい、元気いっぱい、はい、過ごしていきたいと思います。はい、わかりました。はい、平成26年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。